41円で痩せるスーパーダイエットレシピお伝えしていきますね。この動画では1、なぜスーパーダイエットレシピで痩せるのか、2、痩せるスーパーダイエット食材とは何か、3、痩せるスーパーダイエット食材の美味しくて簡単なレシピをご紹介していきますね。このチャンネルでは様々な腸活法をあなたにお伝えすることで健康的に綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、 LINE 登録をしていただきますととても嬉しいです。それでは早速お伝えしてまいりますね。では1つ目です。なぜ痩せることができるのかということですよね。その理由はあなたの腸内環境が整って、しかも肝臓が元気になる食材を使っているからなんですよ。例えばあなたの腸内環境が悪いままですと、いくら食事制限を頑張ってもきつい運動を頑張ったとしても決してですね、長期的に痩せることができないからなんです。ですからしっかりと痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えること、そしていつまでもあなたの腸内に居続けてくれること、そしてデトックス工場の肝臓をですね、元気にするためのタンパク質がですね、しっかり摂れる食材を常日頃から摂るということがとても重要になってくるんですね。なのでポイントは腸内環境が整ってタンパク質がしっかり摂れているかということなんです。そしてプラスですね、糖質量も少ないというのがポイントなんですよ。では2つ目です。痩せるスーパーダイエット食材とは何でしょうかということなんですけれども、それはもやしになります。もやしですね、この痩せる効果素晴らしいんですよ。もやしさんってね、本当に栄養があるのかしらみたいなね、見た目ですけれどもあるんですよ。もうそもそももやしのダイエット効果はもういっぱいあるんですが、もうなんといってももう低カロリーですよね。カロリーが非常に低いこと、そしてなのに太る元のですね、糖質量が低い、なのにですよ、ここで痩せるために必要なタンパク質をね、多く含むお野菜になるんですね。そしてまた食物繊維もとっても豊富ですから、冒頭でお伝えしたその腸内環境の痩せ菌です、痩せ菌たちの餌になる、そしてお腹すっきりデトックス効果もあるんです。そしてそのことで代謝が上がりますから、燃えやすいお体になって、しかもカリウムが豊富なのでむくみですよね。体重が減っても見た目がむくんでいれば、あら痩せたって言われにくいですよね、残念なことに。そんな風にならないためにもですよ、体重を落としたんだったら見た目もやはりすっきり、むくみが取れていないと嫌ですよね。そこでこのもやしを召し上がっていただくことで、そういったむくみも改善できるということで、このもやし、スーパーダイエット食材を使って次の3つ目のお話に入りたいと思います。はい、では3つ目です。痩せるスーパーダイエット食材、もやしですねを使った簡単なレシピを今からあなたにご紹介します。もう実は私こちらも毎日食べてるんです。本当にね、毎日なんですよ。もうなぜかというと、私も気に入ってね食べてるんですけれど もう私よりもさらにですね、もう一人娘、マナ娘ですね一人娘がいるんですけれども、今高校2年生もう春から3年生です。もう大好きなんですよ。もうね、毎日お弁当に入れてっていうリクエストがあるんです。で、ある日ですね、もうママね、おかずはこのもやしだけでいいよって言われてまあ娘のね、お米は玄米なんですけれど、その玄米、まあ、2段のお弁当で玄米とそのおかずがもやしだけでいいって言うんですよ。一回やってみるとか言われて、いやそれはちょっとね、確かにね、いいんですよ、いいけどバランスです。栄養のバランスがねちょっと足りません、もやしだけでした。だからあなたもダメですよ。じゃあこのもやしだけ食べてれば痩せるんだじゃダメなんですよ。逆に太ります。もやしだけ食べちゃうとダメです。なぜかというと栄養が足りないからです。栄養不足の体は決して痩せることができませんから、まあ、そのこともね、私娘に伝えたんですけれども、だからあなたもですね、もやしばっかりダイエットなんかダメですよ。これは日々の食事の中で必ず入れればいいですよってお話ですからね、気をつけてくださいね。ということで今からですね、この痩せる簡単レシピの材料と作り方をあなたにお伝えします。ものすごく簡単です。もう超簡単なので、私もう本当にね、簡単レシピ大好きですから、
あなたにもシェアしたいと思います。じゃあまず材料です。4人分です。まあ、これはね、個人にもよると、個人差もあると思うんですが、私はあのもやしの1袋は4人分でいいかなと思っています。では私が先ほど買ってきました、今回あのトップバリューさんのグリーンアンシリーズでオーガニックのもやしがありました。長野県産なんですね。でこれ結構入って 200g も入ってて、お値段がですね、税抜きで38円だったので、今回冒頭でね、41円で痩せますよっていうのはそこです。41円しかまあかからないっていう、このもうもやしだけ使うんですよ。でこのもやし1袋と、あとこちらごま油が大さじ1です。で私が気に入ってるのはこのグリーンコープさんの一番搾り純正のごま油、セサミオイル 100% って書いてあるこのオイルをもう重宝しております。原材料名食用ごま油のみで、余計なその化学調味料だとか、防腐剤とかそういったこう余計なもの、香料とかね、入ってないんですよ。このオイルを使っています。これともう全部ね自宅から持ってきたんですけど、これとあと天然塩、お塩ですね。これも私家でお塩の容器なんですけど、こちらが小さじ2分の1杯です。そして黒すりごまが大さじ2で、ここポイントがあります。黒を使ってください。黒のごまを使ってください。ダイエット効果が上がります。なぜかというと、この黒い色ってアントシアニンなんですよね。このアントシアニンがまたね、脂肪燃焼効果がすごいですし、あの白髪のね対策にもなったりとかしますから、ぜひごまはこういったすりごまは黒を使ってくださいね。これは大さじ2です。まあ、おごまが大好きっていう方はね、あのもう少し入れてもいいかもしれませんが、まあ、何でも取りすぎてしまってはいけませんね。ごまは結構脂質が多いので取りすぎは NG です。やはり太る理由はもう糖質と脂質、もうこの2つですから、その脂質、油はね、良い油は取っていいんですよ。ただ悪い油を取ると太りますから、気をつけていきましょうということですね。もうこれだけなんです、材料。もう買ってくるものはもうほんともやしだけなんですね。あとはもうお家にある、ご自宅にあるですね、調味料です。これだけなんですよ。これでもほんと4人分いけます。私あの3人家族なんです。主人と私の娘の3人家族なんですけども、 あと1匹ね、あのブラックターンのチワワくんがいるんですけど、まあ、4人家族なんですが、まあ、3人分ね、チワワくんは食べれませんから、まあ、3人分なんですけども、結構ですね、3人で食べても2日は持ちますね。まあ、娘が大量食べるとね、なくなっちゃう日もありますけれども、通常出す量だとこの1袋で我が家は2日間持ってます。なのでね、2日おきにもしくは毎日用にこのもやしストップしてるんですけれど もう本当に便利なんですよ。で作り方です。ここからすっごい簡単ですが、楽しみにしてくださいね。私はこれをですね、どうやって作ってるかというと、こちら耐熱ボウルですね、まあ、耐熱用のお皿でちょっと深めの、見えますか、まあ、丼のようなものだといいと思います。この容器にですね、洗ったもやしを若干水をこう切って入れます。そして私はもう最初ふんわりラップをかけてましたが、もうラップかけないです。もうめんどくさくってもういいかな、ラップなしでもちゃんとねチンできたからいいなと思って、レンジです。電子レンジ600ワットで約2分このまま加熱してください。で取り出しましたら、あの水気がね出てます。こうやって水気を絞って、その後私は次にね、お塩を入れます。お塩を入れたらまたこれでね、水分出るんですよね。お塩を入れると水分出ますから、しっかりあの混ぜて、また水分が出たらまた水分を切ります。それからです。それからこのごま油とこのすりごまを入れてよく混ぜたらもう完成です。いかがですか。めちゃくちゃ簡単でしょ。あの電子レンジを使う関係でもう湯がく必要ないんですよね。もうレンチンです。2分、ね、ですから洗ってレンチンして調味料入れるまでもね、3分もかからないですよ。もうあっという間できます。なのでもう本当に忙しいお時間帯とかですね、あ、なんか一品あとお野菜食べたいなって、でもダイエット向きでしっかりと太るもとの糖質が低くって、あの結構お野菜って糖質多いですからね、気をつけないといけませんよ。あのお野菜の種類によってはこんなに糖質あるんだと野菜がありますから、気をつけましょう。ですからもやしはその太る元の糖質が低くって、しかもこれあの豆からですから、タンパク質豊富なんですよね。
タンパク質もしっかりここで取れちゃうという優れものです。でしかも調味料がもう全部腸内環境を整えるようなものになりますから、チェックするポイントは無添加ですよね。無添加のものです。良質の調味料を選ばれると良いと思います。なので例えばあなたがですね、なかなかダイエットがうまくいかないなってご自分を責めてらっしゃるようでしたら大丈夫ですから、今からあなたが選ぶものを一つ一ついいものに、腸内環境を整えてもくれるものにですね、置き換えていかれたらよろしいんですよ。責めなくていいんですよ。大丈夫、できます。一つ一つそう言って、今まで知らなかった、これがこんなにね腸を汚すものなんて言って知らなかったものを、どんないろんな食材、私別動画でもお伝えしてますから、一つ一つ置き換えていくことで、あなたはもう本当に健康体になられてですね、痩せ体質になって、結果綺麗に痩せることができるんですよ。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめです。1. なぜ痩せることができるのかですけれども、腸内環境が整う食材だから、そしてタンパク質が豊富で肝臓が元気になって代謝も上がるからでしたね。では2つ目、痩せるそのスーパー食材とは何でしょうかということで、もやしでしたね。そして3つ目、痩せるスーパーダイエット食材の簡単レシピはこちらのもやしのナムルでしたね。もう時短でレンチン OK ですよ。もうあっという間に痩せレシピができます。しかも41円で簡単にできてしまうレシピになります。ぜひ日々の生活、あなたのダイエットにお役立てくださいね。このチャンネルではこのような様々な情報発信をしております。ぜひぜひ毎日ですね発信しておりますので、お役に立てていただけたらと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。